日のゲストさんご紹介したいと思います。スクリューからこのお二人が来てくれました。どうもこんばんは。こんばんは、はい、こんばんは。自己紹介どうぞ。はい、ボーカルのなんだっけ、あ、わかんない、ヨです。ノータッチ。はい、ヨさん。そしてはい、ドラムのジンです。よろしくお願いします。バンド何人組なんですか？5人組ですね。はい、5人組、はい、いっぱい考えないと思い出せないですね名前もね、全部ね。今日はこのお二人、ドラムさんとボーカルさんですけど、はい、このコンビはよく稼働してるんですか？珍しいじゃないですか。っていうのはあんまりない。あんまりない。仲良しコンビとかでもない。どうだったっけな。どっちか言うたら嫌ってんちゃうかぐらい。こっちがこっちを嫌ってるじゃん。まあでもチューはしますけどね。はい、わかりました。おいおい聞いていきたいと思いますけども、はい、このホットウェブのトークパートのゲスト初めてなんですけども、はい、ホットウェブご覧になったことありますか？ありますね。お、日常ですね。マジで、はい、若干のなんか緊張感みたいな。ないっすよね、ほんまに。さんね、ないですね、はい。目が赤いですけどね、ちょっと緊張してるんでしょうかなと思うんですけど。あ、これはもうデフォルトで赤いんで、いつもデフォルトでどうしたら。わかんないです。おいおい分かっていこうかなと思うんですけども、はい、さあ、これ凍結発想に一体どんな方々なのか、まあ、パッと見てね、あ、ちょっと違うなと思うんですけど、このバンド他のビジュアルと違うのがイケメンという、いや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 、ことなんですよね。とんでもないですね。とんでもないですよ。ごめんなさい、あのジンさんのこと言ってるんです。あなるほど。ボーカルのビョーさん、はい、実はモデルもやってるんですよね。そうですね、はい、で何のモデルやってるんですか？どこのとか。シバラジっていうブランドさんのモデルを、うん、モデルと、まあ、服着させてもらってますね。なるほど、ね、はい、だって109 の, あのメンズ感っていうんですか、はい、あれのすごい垂れ目がビヨーンでっかいの。そう、あれこの前まで出てたとかね。そうなんですよ、ね、で春も3月になったらまたいろいろチラシ出たりとか、はい、すごいし、今日はちなみにお服は、今日は私服で、はい、これ私の服、私服、私服ですね。はい、私服です。おしゃれですね、でも二人ともね。僕は、まあ、パジャマですね。これどっちか言うたら、パリッとしたパジャマですね、これね。首まで締めて、うん、なんてかいかな。そうですね。いや、二人星が綺麗なね、これ。星、そうですね。ヒョウ柄好きなんで。はい、わかりました。こんなお二人ですけども、一体さ、プライベートとかどんな人なんやろと気になるところではありますので、今日は二人がハマっているものを持ってきておりますか？はい、持ってもらってます？持ってきます。はい、じゃあどっちからいきましょう。で、僕からいきます。はい、ドラムのジンさんから、はい、何でしょうか、言ってください。これです。はいはい、ザダンとウラミア本舗です。ウラミア本舗、ご存知でしょうか？これ何ですか？これドラマで、うん、アニメ漫画でやってたんですけど、恨みを持ってる人が、うん、この人に依頼して、うん、社会的に沈めてしまおうという、うん、あなたに代わって成敗するみたいな、なんかそういう怖い DVD ですね。それなんでハマったんですか？なんかテレビたまたまつけて、なんか途中からだったんですけど、ちょうどその恨みは本舗やってて、でなんかちょっと面白そうっていうので、うんうん、で漫画の方を見て、うん、で DVD 出たんで、もう真っ先に買いました。もうめちゃめちゃハマってるんですね。結構ハマってます。これ 2なんですけど、うんうん、リブートって2なんですけど、うん、1 の, あの DVD ボックスも買ったんですよ。新しいの切り口で、ね、はい、それぐらいハマってますね。やっぱりこれが、あ、何ですかそれ、この名刺が、はい、この人の連絡先が書いてあって、せやん。こう、ちょっと見せて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 、もうまんまなんですよこれ。じゃあこれちょっと秒さんちょっと恨んでるし、何回かこうポストには出たんで。なるほどね、積もってますから、色々積もってた。なるほど、これは結構好き、もう毎日のように見てます。毎日のように、飽きないです。飽きる、はい、なんかちょっと分かりましたね。人となりが分かりました、はい、じゃあ続いてビョウさん、はい、何でしょうか？青のエクソシスト、あれ漫画です。アニメ、アニメですね。アニメ好きなんですか？いや全然知らなかったんですけど、うん、まあ、テレビがついてまして、はいはいはい、そこで宣伝をしてたんで、はいはい、たまたま見て、うん、で、あ、なんか
とか思いながら見てたら、そこにですね僕の心を奪ってった何ですか何ですか、あのうざまろっていうキャラクターキャラクターがいるんですけど、一人というかいて、うん、でもう一気に引き込まれました。かわいさに、あ、だからストーリーとかじゃなくてそのうさまろとにやられたと。しかもうさまろってなんか劇場版だけしか出ないと。だからもう劇場に行きましたよ、ね、この感じで。はい、まだ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 すごい。しかも映画ハマって2回見たんですよね。2回見ました。後日また見に行ったと。もういつ会えなくなるかどうか。会いに行ったという言い方ですか。そうそう、気持ち悪いサマロに。サマロ何がたまらん、何がいいの。いやもう全て全て、はい、いいとこ一応なんか1から23ぐらい。いやもう、なんというかもう一言じゃ言い切れないですけどね好きって言葉抜いないですね。彼女の動画好き、いや好きなもんは好きやみたいな。そうなんです。本当に僕はですね、買いたいなと。ああ、なるほど。なんかグッズとかなかったんですか、サマログッズ。なんかですね、学んでるやつはあったんですけど、うん、こう彼だけのなくて、うさまろのみがなかったと。僕はそこが欲しくて、こう駆け回ったんですよね。駆け回ったすごいな。はい、なくてなくて。だからもう心の中で生きてます。なるね。じゃあいずれうさまろの歌詞が出来上がる、曲が出来上がるかもしれないですね。出来上がる、片思いの歌詞が、ね、あ、なるほどね、届かない、こいつですね、それははい、わかりました。でも神戸で意外とね、野球6年間やってるのとか、そういうルーツもあるんですもんね。そうなんです、丸刈りで、野球も好きなんですよ、今もね。たまに野球場見に行ったりするわけでしょ。しますね。やったーとか言う、ないどんな感じ。もしめっちゃもう吉野部がパチンでもライトを上段に掘り込んだら、はい、かまかいよ吉野部ねえやな。ありがとうございます、面白いです今日。さあ音楽の話参りたいと思います。ありがとうございました。あ、これありがとうございました、はい。去年の10月にメジャーデビューを果たされたと。はい、歴としては長いですよね、バンドの歴ね。そうですね、6、7年やってます、ね。僕も何年かはイベントというかライブイベントの司会でお会いした。あれだいぶ前ですもん。結構前です ね、 ね、20年ぐらい前ですね。だいぶ経ちます、それぐらい経つかな経つかい乗りづらいわ、この度セカンドシングルがリリースになりました、はい。2月の6日に発売になりました。タイトルなんですか。ティアドロップと言います。ティアドロップ、はい、涙が落ちるという感じですかね。こちらの曲なんですけども、びっくりしたのがシングル2枚目でバラードっていうのがすごい珍しいなと思ったんですけど、これなんで決めてた。いや珍しい、やっぱりまず最初はやっぱ若手は、若手というかデビューしたてはガンガン攻めていくというか印象ありますけどね。まあデビューが決まって、こういう流れで行こうっていうよりかは、インディーズの頃からあったものを、やらせてもらってる会社なので、なんか特にこれが2作目とは思ってない自分もいたり。ああ、なるほどね。はいはいはい。こう、あの、もうレコーディング時代インディーズの時にやっちゃってたんで。あ、そうなんですか。デビュー前に撮っちゃったんです。あ、そうなんですかこれ。はあ。だから、あまりその、形的にはメジャー第2発目ですけど、あんまそういう意識ないですよ。なるほどね、わかりました。じゃあ詳しいお話は CM 挟みましてたっぷり聞いてみたいと思います。